アルトリアキャスターについてですか？そうですね。私が知性派だったから、次は肉体派の妖精を送り出したのでしょう。そうでなければあのおてんばぶりは説明できません。今ケルヌンヌスっぽい妖精が歩いていませんでしたか？結徳ミコケル、知らない名です。反人類史にはあんなにかわ、いえ、珍しい妖精がいるのですね。本性を表したな、ティンタジェルのイノシシめ。ウサギ耳など恥を知りなさい。先ほどプールでなかなかの英霊を見かけました。やや胸が余分でしたが、服装も所作も品の良い金髪の女性です。どこぞの名のある英霊なのでしょう。カジノホテルのオーナーとのことですが、はて、この島にそんなホテルがあったか。ガレスも海に来ているのか。異文体の王である私には関係はありませんが、参考までに見ておきましょう。どれどれ、素晴らしい。アルトリアとは似ても似つかぬあの愛くるしさはどうか。どの姿も清掃級ですが、私は第二霊気が好みです。バーゲストン、休暇を与えたというのに、全く。あやつの奉仕体質は手に負えんな。今度たっぷりとお返しをしてやろう。我が娘用にロイヤルスイートを用意したが、森の奥に引っ込むとは。とはいえ、新しい趣味を見出したことは良い。呼び戻す愚は犯さぬ。犯しませんが、少し様子を見てくれませんか？おかしな方向に舵を切っていないか、多少心配です。メルジーヌ、ビーチが気に入ったようだが、そこは私のプライベートビーチだ。カルデアが用意した方に移動するがいい。ようやくやってきましたね。待ちくたびれましたが、特に罰は与えません。どうぞ。こちらに。まずは長旅の疲れを取ってあげましょう。私が水に浸るのが意外でしたか？姿、思想は変われど、私も星の内海から生まれたもの。湖で泳ぐのは得意です。水に潜れない反人類史のアルトリアとは違うのです。やるべきことは山積みですが、急ぐ気はありません。優雅に、緩やかに、余裕を持って。そのためのブリスティンです。すごいのを立てたでしょ。王族のバカンスは慣れませんか？思うままに贅沢をするというのは、あなたの気質には合わないとは分かっていましたが、仕方ありません。私も同行します。どうせ、世界を救わないと落ち着けないのでしょ。意を決して、支配者ムーブをした甲斐がありました。南国にこのような施設を建てるのは、どう弁明しても国費の無駄遣いですが、私たちには無駄ではなかったようです。そうでしょう、我が夫。この夏の思い出は、二人だけのもの。国家機密として、大切にしまっておきましょう。意を決して、支配者ムーブをした甲斐がありました。
南国にこのような施設を建てるのはどう弁明しても国費の無駄遣いですが、私たちには無駄ではなかったようです。そうでしょう、我が妻。この夏の思い出は二人だけのもの、国家機密として大切にしまっておきましょう。